さあ、がぜ盛り上がってまいりました。えー、Facebook の、あの、詐欺広告皆さん見たことありませんかあのね、キングコングの西野明さ,さんとか、堀江貴海さんとか、ZOZO の創業者のね、あの、前澤さんとかね、えー、成田祐介さんとかの、あの、名前で、あの、投資の勉強しませんかみたいな。もう、 そういうやつ。まあ分かりやすく言うと、私は鴨頭よし人だって一行目に書いてるやつ。もうねあ。まああの詐欺広告に引っかかる人も大丈夫なの他のも引っかかっちゃうんじゃないかっていう心配なこともあるんですけど、僕が言いたいなそうじゃなくって、あの詐欺広告を放置している会社が堂々と 情報発信したり、なんかパネルディスカッションとかで広告の未来について語ってるのおかしくないかってことです。これあの、キングコングの西野明さんがね、昨日おとといと X だったり、まあ、Facebook でも書かれてたかな。あと YouTube のライブでも喋ってたと思うので、それ聞いた、読んだっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、いや、僕も全くもう同感どころか、もう被害すごいので、 僕、あんまり知られてないかもしれないですけど、僕の、えー、詐欺広告って、おそらくですけど、4、えー、400, 500出てたんですよ。で、あんまり他の人見てない人もいるかもしれないですけど、それはなんでかっていうと、僕のチーム、コミュニティには、えー、詐欺広告撲滅隊っていうチームがもともとあるんですよ。それは Web3 おじさんっていうコミュニティを持っていたので、やっぱり NFT の詐欺ってめっちゃ多かったから、被害に遭わないように、 あの、なりすましってめちゃくちゃウェブスリティあったんでね。それを撲滅する仕組みがね、うちのコミュニティの中にあったので、だいたい1日に30個ぐらい、バンバン通報して消してたの。鴨頭義人の詐欺広告を。まあ、結果的に、鴨頭義人の本赤を、メタ社にバンされたんですけどね <laughs>。その後も詐欺広告は出続けてましたけど、僕の本赤はもう復活してないです。今もです。 フォロワー数11万人、12年かけて貯めた信用を、詐欺広告は放置しているメタ社にバンされたままっていうことなので、もう共感も共感、もう本当にこれなんとかしてほしいなと思っています。まあそんな中ね、えっと昨日、おとといか、おととい、えー、日本メタ社の社長、味沢さんが、 自身の個人アカウントで Facebook に投稿していた内容の一部ちょっと紹介しようと思うんです。皆さんどう思いますかっていうことです。え、アジサーさんの Facebook 投稿では、広告主、広告代理店、クリエイターを対象としたイベントに、えー、登壇してきましたと。そこでビジネスを加速するクリエイティブ表現とはというテーマで、Instagram がコミュニティの成長や、 利用者のクリエイティビティを刺激するだけでなく、AI による進化した広告プロダクトを提供するプラットフォームであることを紹介しましたと。で、二日間こんなことやりましたって書いて、最後に、この二日間で広告主やクリエイターの皆様にインスタグラムマーケティング活用に役立つ情報をたくさん提供できたことを嬉しく思いますって書いてるんですよ。お前の広告主、詐欺じゃねえか。 そうでしょ。一番お金、誰からもらってるって、詐欺やってる会社からもらってて、よくこの広告主にいい情報を提供しましたって、堂々とフェイスブックに投稿できる。どんな神経なんだって。<laughs> この人大丈夫なんかなって僕はちょっと思いましたので、え僕はその、味沢さんのえ投稿に対して、これ夏のシェア。 シェアして僕の意見を書きました。ちょっとそれも読ませていただきます。僕もフェイスブックにこう書いたんです。これまでにフェイスブックと YouTube で13年間で約5000件のコンテンツを投稿してきました。そのコンテンツを見聞きしていただき、鴨頭がしよしひとを信用してくださった方がフェイスブック詐欺広告で辛い思いをしている現状は容認したくありません。 僕たちの会社へのビジネス的なダメージも計り知れないレベルで発生しており、各個データ検証しています。それをメタ社に訴えても何の答えもいただけない、各個または当社は対処しておりますとの返答に絶望感を感じ、現在弁護士さんに力をお借りして改善要求していくつもりです。法的解釈だけでは 改善される見込みのないグローバルプラットフォームという強大な力に対し改善の動きを促すためには多くの人の声という力をお借りする以外にはないのだと実感しています共感していただける方はコメント欄に改善をしてほしいとコメントください YouTube コインか鴨頭も人よしひとって投稿したところ、まあ、コメントが130件以上 改善してほしいという意見のみで埋まっているっていう感じですね。ありがとうございます。あのコメントをいただいた方。いや、すごいですよね。こんなことがまかり通ってるの。まあ、僕もね、あの、自分が全てを調べられるわけではないので、えー、っと、専門家の方から聞いた情報によると、えー、これだけの詐欺広告はメタ社に限ってはアメリカ、ヨーロッパではありません。 ぶっちぎりに日本が詐欺広告が多い、えー、プラットフォームになっております。まあこれも専門家から聞いた話であってね、僕は全部確認できてないんですけど、そういうことだそうです。で、なんでそんなことが起きてるかっていうと、えっ、ー、と、アメリカとかヨーロッパっていうのは集団訴訟や、あとは国、えー、行政が、えー、こう、あのー、メタ社を訴えたりするんですよ。 なので、まあ、アメリカ特にそうですけどね、自国なので、自分の国だからね。だからアメリカ合衆国自体が目たしにお前らふざけんなちゃんとやれって言うので、さすがにこれやべえなっつって、詐欺広告出さないように、ちゃんと AI でできてるんじゃないかってことです。<laughs> つまり、あの、AI で対処してるんだけど、もう詐欺がかいくぐってくるんですも、嘘である可能性はあるってことです。可能性の話なんてわからないですけどね。だって、他の国ないんだもん。 日本だけむちゃくちゃ出てるから。だから、もしかしたらこれが本当ならば、世界中の詐欺師が、おう、ジャパンでやろう、ジャパンでって。おジャパンやり放題じゃん。取り放題、取り放題。ジャパンで詐欺広告やろうぜ、イエーっていうことが起きてるかもしれないってことなんですよ。で、そう思うと、あの、ね、Facebook に出てくる広告って一行目、私は鴨頭義人だ。私は西野昭弘だ。私は堀江貴文だって書いてあるんですよ。 日本人使う <laughs> この言葉 <laughs>。だから、あながちね、ここがこうなって、こんな最悪なシナリオである可能性もゼロではないのでね。ただまあ、僕はあの、弁護士さんにね、もうこれお願いして、えっ、ー、と、訴えようとしてるんで、動いてるんですけども、えっ、ー、と、法的にはね、多分政府なんですよ。これなんでかというと、プラットフォーマーは、えー、ちゃんとこう、ルール、 書いてるわけですこのプラットフォームで、例えば、詐欺の、まあこんな、こんなことは書いてないと思うけどね。詐欺のような広告を申し込んでくる人を100%ね、す、え、べ、ー、てあの改善できるわけではありませんが、最善の努力をしますので、えーも、文句言ってくんなみたいなことが。そんな書き方じゃないけどね。いわば、グローバルプラットフォームだから、裁判なんて慣れてんのよ。Facebook 社、メタ社なんて裁判今までに何千件なんてやってるわけでしょ。 だから分かってんですよ。訴えられる可能性があることぐらいは。え、つまり詐欺とかが、えっ、ー、と、詐欺広告出したら訴えられることを折り込み済みでルール決めてるので、法的解釈だけでは勝てないんですよ。でも、まあ、弁護士さんといろいろ話をしてると、世の中は法的解釈だけじゃなくって、多くの人々の声。これもちゃんと裁判では少し加味されるわけですよね。 なんで今回の件は法的解釈ではメタ社は改善しないです。もうもうだしないって言ってんだから。もう十分にやってるよってって一周されたわけよ。日本政府の意見も。それぐらいメタ社は強いので。じゃあ多くの声、私たちの声を集めて、アジサーさんこれでいいんですかってやっていくっていう、もう本当に像にアリがちょっちょって噛みつくみたいな話かもしれませんけど、それでもこの状態を続けていくのは、 よくないなと思って、やろうというふうに思っておりますのでね <laughs> もし。まあ今日はね、ちょっと皆さんの勉強になるような話じゃなかったかもしれない,ないんですけども。本当にあの、詐欺気をつけてね、ここは勉強になるね。 世の中楽して儲けようとする詐欺師って本当にいっぱいいるし、その詐欺から広告費をもらって稼いでる会社もあるっていうことはね、これはま、あの、リアルに学びになると思うので、気をつけていきましょう。え、そしてあの、もし今日の話で本当にそうだよなって思った方がいらっしゃったら、僕の、フ Facebook の個人アカウントのコメント欄に改善してほしいと記入してくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。え、今日はね、 詐欺広告本当に気をつけましょうねっていうことと、やっぱこれ詐欺広告だって分かって儲けちゃってる会社、このまま放置するの良くないよねって。確信犯だもんね。分からないわけないもんね。これだけのグ,ラグローバルプラットフォームを運営している会社で、しかもアメリカやヨーロッパではほとんどね、ちゃんと AI で詐欺を根,根絶できていて。 西野さんも言ってたけど日本の詐欺広告なんてせいぜい10人ぐらいの名前しか使ってないんだからその10人のだけ人間が対応するなんてもう今日改善できるのにもう半年とか放置してるわけだから明らかに詐欺からお金をもらうっていうビジネスモデルになってるのをさすがに法的に OK だからって放置するのはいかがなものかと 誰も幸せになってないよね。詐欺と、えー、メタ社だけが幸せになってるっていうのはやっぱり良くないよね。これ変えましょうねっていうふうに、えー、みんなに共感してほしくて、えー、喋りましたので、えー、ぜひ、あの、共感された方は、まあ、この、ボイシーのコメント欄でもいいんだけど、どっちかっていうとね、あの、メタ社のことなので、Facebook の僕の個人のページか、もう直接ね、日本メタ社の社長の味沢さん。 のコメント欄にバンバン改善してほしいですっていうことをね、あの書いていただければもしかしたらみんなの力で世の中を少し綺麗にできるかもしれないという希望を持ってお伝えさせていただきました。えー、ということで今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー